皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は初心者向けのカノンロック講座、オイエーということで、カノンロックという曲の解説をしてみようかなと思います。まあね、すごい旬が過ぎてますし、もう流行りも終わってて、なんで今更という話もあるんですけれども、いまだに初心者向けなこのカノンロック講座をやってくださいなんていうリクエストがあるので、まあ、ちょっと、まあ、今更だけどもやってみようかなと思った次第でございます。昔チャレンジしたことがある方、挫折した方、まだやったことがない方、興味がある方、ぜひチャレンジをしてみてくださいませ。一緒に練習していきましょう。オイエーっていう、そういう動画でございます。で、まあ、今回も画面ドーン、ズババババンとピクチャーインピクチャーをして、手元も大きくお見せしながらやっていきますので、よろしくお願いします。ただし、楽譜に関してはもうご自身で用意してください。もうちょっと そこはさすがにもうご自身でお願いいたします。YouTube を見れるんでしたら、もうね、カノンロックタブとかで検索すれば、10秒でタブは見つかるので、楽譜は見つかるので、ちょっとそこはさすがにもうご自身でお願いいたします。ということです。では、1本目のこの動画では、イントロのところからリフのところまでをやってみたく思います。まず、イントロはこういうやつですね。せい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 。みたいなところでございます。一緒にやっていってみましょう。やり方が2つあります。バイオリン奏法というやつなんですけれども、音を鳴らしてからボリュームを上げるという奏法でございます。やり方が2つ。1つ目のやり方は、普通にピッキングをして、ボリュームを絞った状態でピッキングをしてから上げるというもの。2つ目のやり方としては、左手のこの指でこうタッピングをして、ボリュームを上げるというもの。どっちでもいいです。もう好きな方、やりやすい方でやってみてくださいませ。ただ、タッピングでやった方がちょっと難しいと思います。なんかこのいいところに指を落とさないときれいに音が鳴ってくれないので、こっちの方が難易度としてはちょっと高めではあるけれども、慣れるとこっちの方が多分楽です。こんな感じです。で、ボリュームの使い方なんですが、ボリュームが0の状態から10の状態、全部閉まった状態から全部開けた状態にしなければいけないので、こう持ってられないんですよ。こう持ってるとちょっと間に合わないと。なので、この小指をうまく使って、この小指全体を使って、うまい具合にこのボリュームを絞るように頑張りましょう。側面を使って、この0から10へ、オラ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 と操作をしていきます。で、あともう一つ、ミュートがとっても大事です。この人差し指に注目してください、人差し指。この人差し指が常に全部の弦を軽く触れておいて、触れていて、その音が鳴らないように、音が鳴らないようにしてくれているんですけれども、これがもしないと、こんな感じで後ろのノイズが出てしまうと。何もしなくても、エレキギターって結構こういうノイズが出るので、こういうのを遮断するために、人差し指が全部の弦を軽く触れた状態で弾いてあげると良いかなと思います。で、もし余裕があれば、ビブラートとかもかけながら弾いていってあげましょう。こんな感じです。自分はタッピングでやっているのかな。僕はタッピングでやることが多いです。どちらでもいいです。やりやすい方で。で、その後、その後。というフレーズに行くんですが、ハンマリングとプリングが出てきますね。この15フレットから、2弦15フレットから行くとして、ここのところ。14フレットを弾いて、中指でハンマリング、プリングをして、素早くパニアと音を鳴らしてあげるわけです。パニア。で、小指で17フレットに行きます。小指が使いにくければ、薬指でもいいです。で、17から15にプリングをします。弾いてプリング。で、14、14、17、19。で、15からまた同じようにパニアと。で、15からパニアと。で、16、14、12。で、最後、14と15を早くトリルします。弾いたら、
何回も何回もハンマーリングプリングを繰り返すと。人差し指と中指は多分やりやすいと思います。中指、薬指の組み合わせでもいいんですけれども、人差し指が多分一番使いやすい指なので。こんな感じで途中から人差し指にシフトして、素早く取りをしてあげましょう。こんな感じです。ゆっくりやってみますと、まずこのバイオリンをしながら、この辺からボリューム全開にして、ちょい絞りでもいいですね。で、ここでボリュームをいよいよ全開にして、もしくは全開のままかもしれませんが、リフに突入します。こんなやつ、まあ、ご存知かと思いますけど。みたいな感じのパートです。やってみましょう。まず、ここのコード部分、755とあるんですが、こんな感じで小指、薬指、人差し指の3本指で運指してもいいですし、薬指1本で運指しても大丈夫です。お好きな方で。僕は薬指の方がやりやすいなと思いますが、どっちでもいいです。で、コードをバーンと鳴らして、で、楽譜の PM はパームミュート。日本語で言うとブリッジミュートのことなので、ジャーッと弾いたら2回ブリッジミュートをしましょう。こんな感じです。で、この余っている小指で8フレットに行って、プリングをします。まあ、楽譜にはプリングと書いてないので、プリングしたくなければプリングしなくてもいいんですけど、まあ、この辺はお好みで調整をしていただければという感じです。で、その次、またコードが変わって、こんな感じでまたブリッジミュートをして、で、2弦の5フレットに関しては、人差し指の腹でやると良いかなと。ここから人差し指をついてこう持っていくのがちょっと大変なので、腹でミュートするのが、腹で運指するのが良いかなと思います。で、小指でハンマリングをすると。こんな感じです。で、楽譜通りに行くと、こっち側なんですが、そうですね。こんな感じですね。でも、ちょっと僕はここの音、なんか2弦の音がなんか細くてかっこ悪いなと思ってしまったので、確かこっち側でやっているはずです。6弦が7フレット、で、5弦は使わない、4弦と3弦が7フレット。という感じで、Bm7th にして、このメロディー、パンパンというメロディーを3弦でやっているはずです。で、その次、ちょっと遠いんですけども、こっちの24のパワーコードにて、ブリッジミュートを交えながら弾いていきます。何気にこの1回コードを弾いて、1回ブリッジミュートという動作、この交互に弾く、ブリッジミュート、弾く、ブリッジミュート、弾く、ブリッジミュートという、この動作って何気に難しくて、なかなかこうやってメリハリつけられないと思うんですけれども、鳴らすとき、コードを鳴らすときはしっかりこうジャーンと鳴っている、そしてブリッジミュートをしているときはちゃんとこうズンと音が詰まっている、このメリハリがすごく大事なので、できるだけ音に変化をつけて、メリハリをつけながら練習するというかなと思います。で、次、コードが355に行って、で、その次、僕の場合は中指、薬指で運指して、スライドをして、で、ここで小指を付け出して、次のコードに移ります。こんな感じですね。で、次、楽譜でいくとこんな感じ。
でもちょっと自分の場合は、ここの7フレットからこっちのパワーコードに行くのが少し嫌だったので、僕の場合は一回ここを弾いたらスライドしちゃいます。でも、すでに2弦の3フレットで人差し指使っているので、次のパワーコードは人差し指使えないから、中指と小指で弾いていくというような手法を使っていますが、まあ、これはお好みで採用してくださいませ。僕はこんな感じで、スライドした後に中指、小指でパワーコードを弾いております。楽譜通りだと、普通にスライドとかせずに、ピッキングをして、バーン弾いております。で、その次、バーン、ズッズッといったら、まあ、こんな3弦のターンが入ります。そうですね、じゃあ、ズッズッといったら3弦の4フレットを鳴らして、で6フレットに行って、で7フレットを弾いて、プリングをする。こんな感じです。で、そのままこの余っている指で次のコードに行って、で、自分の場合はスライドしているのかな。こんな感じで弾いております。楽譜の場合だと、その中でスライドするところとプリングするところがわけわからないことになっているんですけれども、まあ、全部ピッキングするか、それとも一部、自分のやりやすいところでスライド、プリングを入れるかというアレンジが良いかなと思います。僕の場合だったら、最初はこう、スライドして、で、プリング。で、ここは小指で7フレットを弾いて、スライドしているという感じです。ご参考までに。ゆっくりやってみますと、で、ここでピッキングハーモニクスをして、リフが終わるという感じです。何となくイメージはつかめましたでしょうか。まあ、こんな感じです。テンポが200なんですけれども、まあ、200ってすごい速いです。本当もう、ね、右手が結構マックススピードで動いていかないと追いつかないですし、人によっては200もピッキングできねえ、200でダウンピッキングとか無理やという方も、まあ、結構多いかと思います。まあ、本当この辺もね、基本的にはその繰り返しで乗り越えていく壁なので、まず自分ができる範囲の速さを測ってといいますか、とりあえず計測して、まあ、例えばその皆さんが120でまずできたとするじゃないですか、120。で、まあ、今日は120だけれども、ね、来月までには130、来週までには140みたいな感じで、ちょっとずつこう、ね、目標を上げていって、まあ、いつかは200みたいな感じで、徐々にチャレンジしていただけるといいかなと思います。ピッキングを速くするポイントとしては、とにかく脱力です。力を入れないこと。動きを小さくして、で、この肘からこうやって動かすんじゃなくて、指先とか手首とかを柔らかく使って、ひたすらダウンピッキングを繰り返すという感じでございます。すごい昔の動画ですけれども、なんかダウンピッキングを速くするにはみたいな、そういった動画もありますので、まあ、もしよかったら、こちらも参考にしてみてください。じゃあ、とりあえず、1本目の動画はここらで終わりにしたいなと思います。次に進める状況になってきたら、また次の動画に進んでみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。